でもいいぜ。見てろよ、凌介。四駆が肉に負けることはありえない。このバトルはお前に投げつける俺からの挑戦状でもあるんだぜ。伸びた茂みに埋まってるガードレールギリギリを通した。打ち切れてやがるぜ。地元でもあそこまで攻めきれるもんじゃねえぞ。四駆が曲がらないって言われたのはもう昔の話だぜ。俺のエボスリーは曲がる。追い詰められてる。ハンターに狙われた獲物みたいだ。うるせえな。後ろからパン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 と。うるさくってしょうがねえ。恐るべき適応力と言っておこう。お前はこのコースをほとんど知らないで走っている。それで言いながらこれだけのペースが作れるとは信じられないほどの峠センスだ。だが遊びは終わりにするから、この辺で仕留めさせてもらうぜ。ここからのコースは勾配の緩い中速セクションに突入していく。傾斜がなければ86はドンガメだぞ。次の S 字あたりで行くか。俺のカウンターアタックからは逃げられんぜ。
離れない。一定の間隔でついてきてる。驚いたぜ。抜かれてからペースを上げてきてやがる。またペースを上げやがった。そういうことか。奴はコースを知らないからな。先行だと限界いっぱいまでは攻め込めていなかったんだ。だが後ろにつけば、俺の突っ込みを参考にコースの先を読める。したもんだぜ、あんな非力なポンコツで。エボと86の立ち上がり加速の差を考えれば、奴は俺より速いスピードで曲がっている。信じられないことだが、神業のようなコントロールだ。どうする？タイヤの負担を覚悟でペースを上げるか、それともこの先の直線区間まで待ってイージーにパワーを上げるか。俺らしくもねえ。答えは初めから決まってるはずだ。ペースを変えたりはしない。ここでカッとなってチャージするのは愚の骨頂だぜ。おそらく政治はそういう負け方をしたはずだ。タイヤの負担をコントロールしてこそ一流。普通のことを普通にこなして勝つのみだ。詰めたつもりでも、ほんのちょっとの全開区間で苦もなく取り返されちまう。これがパワーの差か。よくぞここまでついてこれたな。褒めてやるぜ。まるで曲芸だ。頃合いだぜ。ダラダラ SE セクションもちょうど終わる。次のコーナーを立ち上がってエンジン全開。俺自身もここからが全開ドライブだ。一瞬で終わるぜ。走りが変わった。このバトルで初めて繰り出すフェイントモーションからのこのアグレッシブなドリフトは、俺が勝負を決めに行くという意思表示だぜ。
長いストレートとはお世辞にも言えないが、86を振り切るには十分だ。追いつけない。